点している長崎ですよね。頑張って修正したいですよね。この後追加点を取られないということですね。まだゲーム残り時間はあります。はい、あの失点ありますけど2点目はどうやって取っていくかっていうふうに考える必要があると思いますね。その点については長崎としてはどういった攻撃の展開を、ここはファンマーチャンスになるか。2対1だ。さあもう一度中原シュート、決まった。長崎2点目。長崎は中原リーグでは移籍後初ゴールです。そうですね、ちょっとミスをうまく引っ掛けましたよね、ここをね。それで一度ここで逆のところが切れるんですけど、中原が走ってくれたですね、ここね。よく中原走ってましたね、はい、素晴らしかったですね、ここの追い越しプレーと。ディフェンダーもね滑ってるんですよね、はい、この後にですけどちょっと遅かって逆サイドに流し込まれたっていう、諦めてないタックルですから、続けてやる必要があると思いますね。見事コースを狙っていきました。53分、中原のチームとして